さあということで毎日さまざまなスタイルで音楽をお届けしているライブ&ダイレクトのコーナーです、はい。まあ、コロナウイルス感染拡大でライブハウスとかには行けない、クラブにも行けないという中でございますが、この番組、リモートライブの形早くから模索してもうすでに完成の域に達しつつある、ということで本日も都内某所のね、配信専用リモートスタジオからお送りしたいと思います。水曜だけはしかもこのコーナーちょっと若干ね特殊スタイル、DJ オフィスラブのねなんか仕込みが、しかも DJ オフィスラブの仕込みが途中 DJ オフィスラブ出なくなるっていういよいよわけわかんなくなって本当、テレフォンブッキングという謎のね、斬新な企画、ちょっと徐々にカオス化してますけども、カオス化してるだけではなくですね、カオス化してるのに、ご出演いただく方がどんどん僕にとってパイセン化していくという、いや本当にパイセンわらしべ長者、ね、ということで大先輩が本日も、はい、出ていただいてきます。8月5日のフライングキッズさんからのご紹介、スターダストレビュー根本かなめさんです。よろしくお願いします。あこれねやるんだ、これめんどくさい、まだやる、はい、根本さんよろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。スタートレビュー根本と申します。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということで、はい、もう光栄でございます。ありがとうございます。スタートストレビュー根本かなめさん、もちろん番組初登場なので、改めて、はい、日比さんからご紹介お願いします。はい、ご紹介させていただきます。1981年のアルバム、スタートストレビューでデビュー。今年40周年イヤーに突入されました根本かなめさん、柿沼清さん、寺田雅美さん、林坊俊勝さんによる4人組ロックバンド。エンターテインメントに徹したステージは観客を魅了し、文字通りのライブバンドとして根強い人気を誇っています。これまでのツアー総数は2400を超えるなど日本を代表するバンドです。そして今年7月に40周年記念アルバム年中模索リリースされました。はい、ということで根本さん改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。今、はい、都内某所配信リモートスタジオ後ろがグリーンバックなんですけど、はい、ね、年中模索のジャケが今ねドーンってねバックになってますから、さっきね、まあ、ラジオを聞きの皆さんにはご覧にいただけないので、はい、残念なんですけど、ズーム画面で見てます。グリーンバックでそこに、うちの年中模索のジャケットを映していただいて、そこに僕はですねドーンと座ってこれからライブをやろうという、もうどこの平野にいるんだみたいなねすごいですよね、ありがとうございます。ということで デビュー40周年ということでおめでとうございます。大したもんじゃないですけどね。いやいやいや、実は私どもライムスターは、うん、2014年 の沖縄でやったモンパチの清作君主催 の、うん、フェスで実はご一緒、ちょっとあんまりお話しする機会なくて、あそうでした ね、 なんですけど、はい、もうスターダストレビューさんのライブ始まって結構、はい、すごく夕方のいい時間帯で、はい、でもう始まってる僕もう走ってきましたよねでもう最高に堪能して、はい、特にやっぱりスタレビさんのなんていうの、ライブのこうもちろん演奏 の、 クオリティとかその曲の良さってのあるんだけど、合間合間でお客さんをもう徹底的にエンターテインするじゃないですか。僕大好き突然フォーリンラブっていうあれで、はい、クライマックスって途中のあれで延々それを引き伸ばしてスポーツを模したダンス踊りとかやるじゃないですか。はい、そうですね。お客さんなんか一緒に踊って欲しかったんで、はい、あの時は何やったんだろう、ブートキャンプかな、はい、なんかオリンピックのネタかなんか分かんないけどね、そうそうそう、みんなで体動かそうみたいなところで、テニスとかいろんなことやって、はい、でそのサッカーというところでPK を守るポーズになったりとかちゃんと小ネタが半端なくて僕らもライムスターも結成、はい、すいません若輩もの30周年 で、 いえいえいえ、でなおかつライブでめちゃめちゃよくしゃべる、はい、で合間にそういう小ネタを入れてお客を喜ばしたいっていうところで、はい、完全にちょっとそのスタンスとしてやっぱスタレビさんは我々がこのなんていうの音楽ライブで我々がやりたいラインっていうのがやっぱ大先輩だなと思っていやそうなんですか、うん、いやうちのライブはね、僕もともと僕はしゃべり好きなんで、スタートストレビューのライブはたまに歌うって言われるぐらいですね基本的に僕の話がメインになってしまうんですけど、まあ、だから長くなっちゃうんだけど、やっぱりほら皆さんにこの曲はこういう曲だよってこう説明したいんですよね、その方がなんか背景とかね分かってくれた方が楽しく聴いてもらえるし、はい、ただメンバーからね、なんで5分の曲20分かけて説明するんだってしょうがないね、これはね。ねえ、だって助走ですよ、助走。本当です、そうそう。踏み切るまでにやっぱり力必要じゃないですか。はい、はい、そうですよ。その場合、遠くまで飛べますしね。そうなんですよ。でもね、助走で疲れちゃう時があるんですよね。ちょっとね、いや、僕も話長いって言われるあれなんだけど、まだまだパイセンにはかなわないです、それはね。皆さんにはそうですか、はい、いや、もう、ただただ僕の場合は、脳みそがないんでですね、いや、実は、
去年一昨年だ、はい、脳梗塞やったんですよ、ね、いやいや、大事に。それでその時に全部あの脳を全摘したんで、今唇がですねただパカ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 動いてる、そんなわけはないの。あとあのいやいや、でもね、あのでそれでそれだけ喋るならもう大したもんでしょ。そっちの方がすごいですよ。ねえ、いやいや、前回のお電話ね、つながりの浜崎から電話いただいた時も、はい、ね、あの一応喋りメインでいくなんてね、そうなんですよ。なんかやっぱこう僕バンドでやってるから一人だとね、はい、得意じゃないんで、なんかこう何をやっていいか分かんないんですよ、うんうんうん、今日もですね、あの、まあ、多少歌い慣れたものをですね、はい、歌わせていただくんですけども、はい、もう今からドキドキしてるんですよ。いやいや、やっぱ一人ってね、なんか切ないですよ。ありがとうございます。いやいやいや、でもね、はい、ちょっと今日はこういう機会だからこそ、ちょっとレアな根本さんのね、はい、あの弾き語り形式で、まあ、こんなもんでよかったらもういくらでも、あの、はい、ただ生放送なんでですね、自分で気をつけないといけないなと思ってるんです。本当にあの歌わずに済んでしまうこともあるんですね。それもまたでも嬉しいかも。それもライブですよね。それもライブです、はあ、もうただ僕の場合はその説明がやっぱりこうやって上手くなるとですね、うん、あの歌ってもいないのに皆さん聞いた気になってるバンド中の顔をしている方もいらっしゃる。目指したいな、この域目指したいな。やっぱりもう僕もう今あの根本さんのお話聞いててめちゃめちゃ、はい、あの多分他のメンバーからすると悪い方向の勇気をもらってますよ。そうです、喋っていいんだっつって。いや、うん、本当にドキドキしてるから、僕本当思ったことをただ口にしないとこのドキドキで、ね、心臓破裂しそうになるんですよ。だからもうこの後歌うんでしょ僕。そうですよ。もう今からですね、本当にどうしようかな、しようかな考えてるんですけど。もう浜ちゃんは前回大丈夫だったの、綺麗に歌ったの、ちゃんと。いや、ちゃんと、もちろんやってました。はい、あの他メンバー2人もいましたしね、あの時はね。あ、それずるいよね。うちってみんな連れてきたらもっと密になっちゃって大変だから。そうね、今日はちょっと ご配慮いただいての、もう3密避けなきゃいけない、密輸密国密売ですか。もうすでにあの根本さん全くもっての無駄話でですね、全くもっての無駄話で時間が続いていく感じ。いやでも最高です、本当にね。確かに、まあ、でも頑張りますよ今日は本当に。ぜひちょっとね、あのレアな形ではございますが、はい、ちょっと弾き語りライブ披露していただきたいと思います。後ほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お聞きの方はぜひライブの感想メッセージを送ってください。宛先はローマ字で歌丸アットマーク tbs.co.jp まで。アフターシックスジャンクションライブ&ダイレクト。さあ今夜はスターダストレビュー根本かなめさんによる非常にレアなスケー弾き語りライブをお送りいたします。どのぐらい喋りになるのか、それは根本さん次第。よろしくお願いします。お願いします。いきます。アフターシックスジャンクション今日はスターダストレビューを手短に紹介します。こんばんは、スターダストレビューです。僕らのデビューシングルシュガーをお年頃聴いてください。どうぞ。シュガー、シュガー、シュガー。あなたと腕組んで歩きゃ私も嬉しい。あなたが笑えば私も笑う。二人で寄り添っていられりゃこの世は楽しい。ブギのリズムに身を任せてあなたに抱かれてゆらゆら揺れるキャンドルライトの炎のように赤く燃える私の心、あなただけにあげちゃうわ。だからブギウギワクワク揺れる恋でもあなたと二人なら生きてゆけるわ。だからブギウギワクワク揺れる恋でもあなたの後ならついてゆけるわ。だからブギウギワクワク揺れる恋でもあなたと二人なら生きてゆけるわ。だからブギウギワクワク揺れる恋でもあなたの後ならついてゆけるわ。 Oh my sugar。 ありがとう。
そんなデビュー曲シュガーを渡し頃、全くこの曲は売れずにバンドは意気消沈、この後どうなるんだろう。そんな時にカルピスの CM ソングが私たちを救ってくれました。1984年の、カルピスの CM ソングになった曲、夢伝説。遠い昔のことさ、夢で見たんだ。燃える空に包まれて光る大地の中を駆け巡るとき、君は舞い降りてきたの。どこかで出会ったことのある懐かしさ感じて、 Mysterious Love 疑うことも忘れるほど引き寄せ合った二人の想い。Somebody's watching you, Somebody's watching me。 求め合う二人、気づかないうちに。 Oh, somebody waits for you, Somebody waits for me。夢伝説、CM に歌っていただいたのは、使っていただいたのはありがたかったけれども、決してヒットには至らず、さあこの後どうしようという時にですね、1986年5枚目のアルバム、ボイスというのから、今夜だけきっとという曲が出ました。この曲は今結構、それなりに、聴いてくださってる方がいらっしゃるんですけども、当時は全く聞かれずにですね、たまたま TBS のテレビ、僕の兄貴はパイロットという素晴らしいドラマがあったんですけど、そこに、プロデューサー遠藤さんという方のコネで、何度もかけていただいたことによって、スタダストレビュー少し生きながられた。そんな曲、今夜だけきっと。今夜だけきっと悲しいの、明日になれば忘れられずに、ため息一つ手のひらにそっとこぼれて風に消えた。低く晴れた空、しきれた雲二つ、まるで明日からの二人ねとつぶやく。海に向けた目は不意に軽いめまい、愛想笑いの君、この胸突き落とす。ねえそっとほんのちょくと耳元でささやいてよ。今夜だけきっと悲しいの、
ひらにそっとこぼれて風に消えた。いつもなら君の瞳話し好きで頬杖つくようなタイプじゃないくせに思わせぶりたわね。その腰つきやめて二人の隙間は体じゃ埋まらない。振り返るほど切なくてすれ違うほど分かり合えなくて今夜だけきっと悲しいの。せめて今だけ思うままに今夜だけきっと悲しいの。明日になれば忘れられるのにため息一つ手のひらにそっとこぼれて星になった。そうこうしているうちに時代は90年代へと移ります。90年代、様々なビッグヒット、ミリオンヒットが出る中で、そして時代はバンドブームなどもありながらも、スターダストレビュー、そんな流れには一切関われずに、ひたすらそれを横目に見ながらライブ活動を続けておりました。そんな中で、有線でちょっと話題になった曲があります。決してヒット曲ではありませんが、まるで、この曲、私たちの代表曲のように聞かれているんですけど、実は、カラオケで歌っている方がたくさんいらっしゃって、僕らもステージでこの曲を歌うと、あ、スターダストレビューもカバーしてたんだね、そんな風に言われてしまう切ない曲です。モクレの涙っていうのを聞いてみてください。会いたくて会いたくてこの胸のささやきがあなたを探している。あなたを呼んでいる。愛しさの花かご抱えては微笑んだ。あなたを見つめてた。遠い春の日々優しさを紡いで織り上げた恋の羽根緑の風が吹く丘に寄り添ってやがて時は行き過ぎ幾度目かの春の日あなたは眠るように空へと旅立った oh, 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 oh. いつまでもいつまでもそばにいると言ってた。あなたは嘘つきだね。私を置き去りに。もくれんのつぼみが開くのを見るたびに溢れ出す涙
先にあなたが来たがってた。この丘に一人きりさよならと言いかけて、何度も振り返る、oh, oh, oh, oh. 会いたくて会いたくて、この胸のささやきがあなたを探している。これ以降は次回にご期待ということでありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでスターダストレビュー根本かなめさんのライブをお送りしました。根本さんありがとうございます。いやもうでもそうちゃんとね、あのスターダストレビューのキャリアの説明と、うん、でも自虐ギャグを挟みつつっていうところでそうですか。いや自虐じゃないんだ、本当なんだこれは。いやいやあのでもそこから始まる曲のやっぱりもう曲の良さと根本さんのね、やっぱ、まあ、これこんなこと言わずもがななんだけど、歌声のもう色気、なんでしょうこの色気、ね、びっくりするのはね、はい、小学校の頃からこういう声してんだよ。あの学校の先生はね、俺には歌わせなかったもんね。あ逆に、ひどい声してるなって言って。いやいやいや、だからこう、そうですか。じゃあそれ初から出来上がった声なんだ。この人体的な特徴っていうのはこのしゃがれ声とですね、足の甲が高いとこですね。足の甲はびっくりするぐらい高いんですよ。ちょっと今度ライブ見るとき、根本さん足元注目しますね。俺ぐらいね、あの土踏まずがしっかりしてる人はなかなかいないですよ。子供が通って遊んでるぐらいですから、うちの土踏まずの方で。あのメッセージもめちゃめちゃいっぱい来ておりまして、ご紹介させてください。はい、ヨーグルト用の牛乳さん、この時を待ってました。先日杉山清隆さんがライブ&ダイレクトに出演されたので、次は要さんだと密かに念じていました、うん、いつものようにオープニングトークが長くて曲に入れるのか心配しましたが頼まれてもいないのに勝手に作ったジングルからのシュガーお年頃驚きました、ね、その後のスタレビのメガヒット曲集かっこ当社費も最高でした。ありがとう、拍手を食べて生きている要さんに向け、家族で1曲ごとに大きな拍手を送らせていただきました。嬉しいね。今年は夏の野外ツアーが中止となり残念でしたが、秋の年中模索ツアー、楽しみにしています、はい、メディアに出まくっておられますが、くれぐれもご自愛くださいと、ね、ありがとう。嬉しいね。あのね、頼まれてもいないのに作ったジングルとかってねもう少しね褒めてください。気が利いた。いや嬉しいですよ、我々はめちゃめちゃ嬉しいですから。それは ね気が利いてるとこですよね。ありがとうございます、あとあやさんはですね、はい、中学生の時から大好きなスタレビを大好きなライムスターの歌丸さんの紹介で聴ける日が来るなんて人生ってわからないですね。ライブが最高のミュージシャン好きの私の原点のアーティストです、しかもいつもの要さんならもっと恐縮しちゃうところ、のびのび自由な選曲大好き。恐縮するんですか要さんは。ありがとうございました。ありがとうございます。うん、今聞いてと思ったんですけど、あのというかね、歌丸さんの番組とかを、五時夢中じゃねえ、はい、うん、ダンディとかも見ながらね、あの話のテンポ僕と同じような感じで、割とあれですよね、無呼吸話法って言われるでしょ無呼吸話法と、あの、うん、編集点がないって言われてます ね、うん、僕はあとね質問に答えないんでですね、あの自分で何を答えてる、あの質問されても全然何言ってるか分かんなくてあれ質問なんだっけなって言って5分ぐらいしてから戻ってくるねブーメラン話法っていうのがあるんですよ自分で、うん、自己完結してる自分で、そう、ああなんだな、そうだみたいな、なんかね口調が似てますよね。いやでも嬉しい、それはもう今日でますます、あの俺は間違ってなかったね。根本さんの行く道を追えばいいんだって。あのね40年過ぎと思いますけど、それは間違いですか。はい、
もう一個だけ紹介させてください、はい、ビジタブルボンチさん。でもやっぱねトークのポイントがね皆さん書いても多い。根本さんがお話が面白いのは知っていましたが、3密と出て何か来そうだなと思っていたら密輸密告密売改めて、そして改めて歌がうまいなと思って聞きました。いやいやもうあそこカットしてほしいですね、いや言わずもがな歌ね、言うまでもないんですがトークも最高です、脳梗塞ね、大変でしたねということで、これからも長くつきたいですからどうぞご自愛ください。皆さんそのお体のことはねすごく心配されてますんでね、嬉しいですね本当に。もう全開してます本当に、うん、はい、はい、ということで、もう、はい、他にもいっぱいドサドサ来てるんですけど、ちょっとね本当にさすがの反響でございます。根本さんお知らせなどありましたらぜひお願いします。はい、ですね今こういうコロナ禍の中でなかなかでライブはできないんですけど、それでも、ガイドラインに従ってやろうということで、8月30日もうすぐですけど日曜日にですね日比谷の野音でですね、こんな風にですねバラードでござるというどっかで聞いたタイトルですけどですね、このやっぱまあバラード中心にまあそれ以外もやるんですけども、うん、一応お客さん、半分、入れて、そして、ご覧になられない方もいらっしゃるということで、はい、配信のライブも考えております。8月30日日曜日、まあ、こちらのスターダストレビューのホームページとかでね、はい、詳しいことを見ていただけたらと思います。そして9月はですねこれ名古屋に行くんですけど、9月の5日と6日毎年おどいちおどざというですね、うん、僕らがいろんな、ミュージシャンを呼んでコラボするんです。バックバンドは全てスターダストレビューがやるんですけど、はい、ここに豪華な、ゲストが出てくれますね、2日間ありまして、初日の5日はですね、かんちゃん、そして鈴木雅之さん、藤井文也君、うん、吉田山田の2人、そして渡辺美里さん、僕らが全てバックバンドをやります。そして翌日6日はですね、小田和正さん、ゴスペラーズ、杉山清隆君、そして矢井田ひとみさん、うん、これも全てスターダストレビューのバックバンドをやるということでですね、もう僕らはヒット曲をやりたくてやるんで、もう皆さんのヒット曲だけを僕らがですねあのバックバンドとして、うん、もう我が物で我が物顔でやる自分の曲かのように。そうなんですね、そうに、それじゃあ何年のヒット曲聴いてくださいとかってやるからドヤ顔で始めるというはい、うん、いや豪華ですねこれもね。はい、これも配信だから配信で見れるということで。あ、そうです、はい、これは配信のみですね、名古屋からなんですけどね、うん、それとまあ年中模索のアルバムツアー、今回はあの1年以上かけてですね100公演回ろうと思ってるんですけども、一応10月からなんですけど、はい、今まあこのコロナの状況があるので、うん、もうちょっと検討して、ね、もしかしたら来年になるかもしれないなというところなんですけど ね、やっぱりライブ、はい、我々やっぱライブでね、でライブで生きてる人間としてはちょっとね、僕はね拍手食って生きてるって言ってますから ね、はい、やっぱり歌い終わった後にお客さんがですね、うん、拍手くれることで、ね、あの時間でね、はい、休めるんだよねちょっとねそういう効果があるそうなんで、頭下げてる間にねこう深呼吸してちょっと休んでたりするんですけどね、はい、配信ライブであれでしょう、だからこうお客さんあんまりいないとなると、うん、物足りなくなってしょうがないからカメラ持ってる人にいろんなことを要求しだしたりとかねなるほどね、そういうパターンね。そうですね、うんうんうん、やっぱりとりあえず僕はやっぱり皆さんに育ててもらったっていうか、うん、ライブで育ててもらったんで、はい、ね、お客さんの前でライブやりたいです。はい、はい、まあ、それもねちょっといずれちょっと、まあ、少なくとも動向いろいろね動きがあると思いますんで、はい、スターダストレビューのホームページなど皆さん、こまめにチェックしていただければと思います、はい、お願いします。そして根本さんまたちょっとぜひこの番組よろしくお願いします、はい、ちょ今日はまあ今日前半戦だけですからね、今日まだ前半戦終わりで、はい、後半戦すごいんですよ実は、もう聞いたことない曲ばっかりですからね、はい、ちゃんと売れてますからスタレビさんはそんなことをやりたいんでぜひね、はい、ぜひぜひまた呼んでください、お待ちしております。お願いします。はい、本日はスターダストレビュー根本かなめさんでございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。